日本商事の近藤雄一です。皆さん、精米歩合が 0% 台、税込みで1本38万5000円もする霊鏡というお酒はご存知でしょうか。今日は世界一の精米歩合で世界一の値段、まさに日本酒界のロマネコンティである霊鏡とはどんなお酒でどこで買えるのかについてお伝えをしていきます。ものすごく大きな契約をいただいた会社さんへの贈り物として世界一の日本酒を贈りたい、あるいはロマネコンティのようなアッパーな日本酒はないのかと探されている方、ぜひこの動画を最後までご覧ください。世界一の日本酒で何者にも代え難い価値を得ることができます。まずはこの霊鏡を生み出した作り手さんをご紹介させてください。愛宕の松や白楽星を醸す宮城県の新沢醸造店さんです。究極の食中酒という呼び名で業界でもトップクラスの酒質を生み出していて、世界最多の出品数の日本酒コンテストでナンバーワンを獲得するなど世界的評価の高い蔵元です。2011年の東日本大震災で蔵は全壊してしまったんですが、同じ宮城県内でも内陸へ移転されて不撓不屈の精神で日々技術革新をされているのが新沢醸造店さんですね。とにかくトップを狙うというその思いで知恵を働かせて勝ちに行くというのが新沢社長の姿勢、その姿勢がギュッとこう詰まっているのがこの霊鏡なんですよ。新沢さんのところでは自分の蔵で最新鋭の精米機を何機も持っているので、精米工場へ委託するのではなくて全て自社でこだわった精米をすることができるというのがすごいところなんですよね。とにかく精米にこだわった日本一のお酒を作ろうということで生まれたのが残響という 7% 精米の純米大吟醸でした。その後 1% 精米というお酒をですね、山形のとある蔵元が作ったことで、それを超えるさらに踏み込んだ 0% 精米を作るという情熱が生み出したのがこの霊鏡です。酒税法上では精米歩合は小数点以下っていうのは切り捨てるっていう法律だったので、 0.85% 磨いたお米を使って作られた霊鏡は初年度は精米歩合が 0% と表記していました。でも税務署からの横やりが入ったんですね。国が酒税法を変えてしまうことになったんです。それで現在のこちら2020ヴィンテージでは精米歩合は 1% 未満という表記になっています。 0.85% まで磨くということはつまり周りの 99.15% を削って中心部分の 0.85% だけにするという究極の精米なんですよ。その時間なんと5297時間、221日という途方もない時間をかけて、温度が上がりすぎないように割れないように丁寧にじっくりお米を磨いた結果ですね、純白の砂のように小さなお米が出来上がります。この精米だけで2000万円ものコストがかかっているそうです。砂のように小さなお米を使って醸すことにもものすごく繊細で高い技術が必要とされることは想像できるんですが、小さすぎて水で溶けてしまったりとか、麹菌が繁殖しにくかったり、発酵に関しても通常のお米と違ったコントロールが必要になったりと、未知の世界だと思います。そうして生まれたのがこの霊鏡。ワンシーズンで日本国内で流通するのはわずかに100本、アジア圏内でさらに100本、そしてそれ以外の海外で100本ということで、合計して世界で300本しかないという、そういう貴重なお酒です。それから去年まではネットでの情報公開が完全に禁止されていたシークレット酒だったんですよ。またこの化粧箱もですね、今までの日本酒の化粧箱の常識と概念をはるかに超えています。これ日本酒の箱とは思えないです。これ取り出すとですね、こんなね組子になっているんですよ。開けるときはこうします。
この段々に開いていくこの組子、本当に素晴らしいなって思います。こんなパッケージ今まで全く見たことありません。高知県の株式会社土佐組子さんで作られている箱なんですよ。この箱は1日に2個しか作ることができない、そんな仕掛け箱入りなんですよね。世界一の日本酒にふさわしいストーリーとそのパッケージ、そしてまた味わいは送る方の品格を最大限に引き上げてくれることは間違いないですし、送られた方へのインパクトはものすごいものになるでしょうね。味わいについては先入観を持ってもらいたくないので詳しくはお伝えしませんが、あえて言えば限りなくクリアな味わい、そしてこれほど透明感を感じさせる日本酒は他にはありません。唯一無二の味わいを感じてみてください。はい、今回は世界一の日本酒霊鏡についてお伝えさせていただきました。世界一の精米部合 0% まで磨いたお酒であるということ、それから年間100本しか国内には出回らない日本酒のトップである霊鏡は手にすることすらとても困難で希少価値が高いものなんですよ。実はどこでも買えるものではなくて、全国の博楽生というお酒をですね扱うことのできる特約店の中でもほんの一握りの特約店でしか扱うことができないんです。また桜酒店ではマイナス5度の保冷庫の中で日本一の品質管理をしているので、そのクリアな味わいをそのままお届けすることができます。そして今回お伝えしたこういったストーリーをお酒の履歴書ともいえる酒シートという説明書、こちらですね、こちらをお付けさせていただきますので、じっくり読みながらお楽しみいただけます。概要欄の方にネットショップの情報を載せていますので、ぜひそちらからご覧いただけたら幸いです。最後までご視聴ありがとうございました。またではお会いいたしましょう。日本商事の近藤雄一でした。バイバイ。